どうも、たぶやんでーす。大怪獣物語、続きやっていきたいと思います。みんなのレベル、こちら、いや、ガロー見てください。攻撃力403、すごいですね。防御力90と極端ですね。防御力の分を攻撃力にね、全部注いでるみたいな。一撃必殺の、もうボクシングだとノーガードで打ってるみたいな感じですね、ガロー続きやっていきましょう。さあ、前回、ドラゴン海竜の2体目ゲットしました。大地のドラゴン海竜ね、残り2つとなりました。こちら海の地図でいうと残りは南の2つですね。まあ南東のとこね、行きましょうか。はい、行こう。ワープルで行った方が早いかな。まあ行ってないとこ結構あるけどね。仮面族の村サントラ、世界を巡る、ちょっと行ってみる。こちら、まあ周辺探索ということで、行ってないとこ、仮面族の村、どこだ。はい、ちょっと亀、この大陸というか島というかね、行ってみようか。新しい情報がないかといろいろ行ってみましょう。はい、見てください、あなたたちのおかげ。他に新たな情報ないか調べてみます。みんな、あなた方のおかげじゃわい、本当にありがとうございました。ピヨピヨしてるけど特に何もありませんでした。よーし、周辺探索してみよう、潜ってみよう。仮面族の村周辺、なんだこれ。あ、これびっくりした。これなんだ。特に何もなしか。ここは境界線になってるのね。これは何だったっけ。ドラドシティか。違うな。まあ、気になったら確認しよう。位置的に、あ、敵出てくるちょっと北に来すぎた感じか。なんか新しい魔法覚えたっけ。前回覚えてないか。全員のまた強さ見ておきましょうか。ガローが3万、タブヤン2万、キララ3万、バブ4万。ああ、全員ちょっと遠いですね。オッケー、ちょっと待てよ。仮面族の村も一応行きましたと。もうちょっと周りを、こっち側は行けない。で、この、ここを登ると仮面族の村。あ、これなんだったっけ？ラミール。あ、来てないね、ラミール。ラミール埋まっちゃったのか。探索してみたいと思います。敵出てきそうな気がするな。ラミール、あ、宝箱ということはもう来たことあるのかな。2回目だったらごめんなさいね、みんな。2回目か。あ、
階段登れなくなってるわ。誰か生きてるか。病院、先生、病院の先生いませんか。手紙とかないか。もうどこ行ったか覚えてないもんな一応ちょっとだから書いとくか、こっちにも。ラミール来たっていう証。分かんなくなるもんね。ああもう壊れちゃってるね。入れる。誰かいますか。すごい悲しいじゃないか。なんか何もないと。宝箱、あ、開いてる宝箱1個あったけど、あ、ここはもう詰まって入れないね。ここも入れない。誰かいますか。あ、犬ここで犬、犬はポッチ、ここでは呼べないのか。どこで呼べるんだろううあ、宝箱取ってるね。来てるのかもね。ちゃんとメモしてなかったのがよくないね。普通の移動。あ、ポッチー、違う、逆にクイックじゃない。クイック違うな。何もないか。ここは最初のとこだよね。あ、違うな。あ、ポチ、ポチ違う。あ、なんかと見つけた。何、スタンプカード、やったースタンプカードなんか20何箇所あるらしいんだよね。24箇所か。6箇所って全然じゃんね。難しいよこのゲームのスタンプカード。ドラクエの小さなメダルより難しい。この辺どこだろうね。ラミール、あ、ここがドラドシーとか。あっち側か。ここまで来ちゃったのか。オッケー。まあこのシェルドラドの首都とも言える場所だよね。ドラドシティ、世界の中心ですな。あ、ここでこうなってるのね。了解。まあこんなとこですかね。はい、じゃあドラゴンのとこ向かおうか。ちょっと待ってね。今現在地は、あ、こんな感じのとこですね。はい、この南のウエストサイド、あ、ここがモスとか。この南東の島って何かあったっけ。これ、あ、これ洞窟か。こういったかな。ちょっと気になる。くまなく行きたいよね。逃げる。ここ多分なんかガローとかさ、防御低すぎでしょ多分あの、あい、防御アイテム取り損ねてるんだろうね。まあ、それも RPG さ。あー、これもう来てますね。ここは OK。じゃあワープルで近くまで行くか。どこが近いかな。あ、ポグーの村ですかね。はい、ポグーの村から南に行こう。こっからこっから南へ潜っていったらいいんじゃない。
たびたび真っ暗の画面になるスーパーファミコン本体でね頑張ってやっております。あ、ここかな、ここ上がれるんじゃない、どうだ、潜水艦でないといけない場所の、あ、違うな、え、ちょっと待ってね、海の地図、あ、もうちょっと南なんだ、じゃあちょっと潜ろう、ここ洞窟かな、ではないのか、ただの何もない場所だね。でさらに南、あ、これか、これですね、あ、ありましたね洞窟、その前にねちょっと西側の諸島、あ、これなんだっけ、え、これ何、古代の塔、うわうわうわ、いらんとこ来ちゃったか、まだ来るべき場所じゃないここ、え、あ、宝箱、ダイナクロー、ガロウか、ダイナクロー、あ、攻撃力上がります、おたけびの爪2つ持ってるからね、ダイナクロー、いいんですかこっち行って、パワーリング、これガローにつければいいんじゃないの、もう防御よりもパワーリング、あああれパワーリングって違うのかな、攻撃力上がらないの、竜のお守り自体があれか、マジックパッチ、いやーでもつけといた方がいいな、マジックパッチは、パワーリングはいいか、わ、何ここ、あ、宝箱入れ食い状態、状態、これ行っちゃうよね、古代の塔、バイタリンオール、あー、もう行き止まりか、あ、これだけ、あ、これだけですか、よしよしよし、これはラッキーですね、いいとこ見つけた、しかも敵出てこない、やったー、こんなとこあったんだ、もうちょっと探索しようか、ん、ここの大陸だなっていうか、ここちょっと周辺探索、潜水艦、ここが島になってて、感覚で言っております、これ何、他に何かないか、結構進んだよね、ここなんだろうね、入れなくなってる、破壊できないんだよね、一回破壊したいな、うわ何この頑丈に守られてるとこ、え、登ってみよう、なんだここは、あ、間違える、どここれ、あー、なんだろうこれ、わかんないけど、ちょっと南の島を全部もう探索し尽くしたいね、行く前に、次のドラゴン行く前に、ここはなんかハテナだね、この辺、これ地上もまだ探索しないといけないしね、ちょっと登ってみましょう、上に、
妖精出てきそうな場所だなここでも何もないか。あ、これ釣りじゃね。ちょっと源氏だ源氏。じゃあ俺の腕はやっぱり源氏いけ。あ、おお、何ポイズノン、しょうもなまた呼んでくんなこういうとこ見つけたら源氏なんだね。他にはなし。ちょっと敵出てきてもいいから行くか。わあ、何このまがまがしい大地は。うわうわうわ、なんだここは。うわータコ。ね、ランドドラゴン。あ、でも大地でしょ、無理だな。アクアドラゴンか。あ、ダブルドラゴン行こうアクアドラゴン。タコにはあんまり効かないよね。で、初ランドドラゴンいきますよ皆さん。ランドドラゴン、ダメージゼロかな、浮いてるもんね。あ、効かないなまあ大地を、大地に立ってる敵でないとダメなんだろうな。適材適所やらないとね。あ、隅吐かれた、もう最悪だ。何あのお花みたいなの。何これ、この大陸入り口あるのかな。まだ先か、敵は気づいてない。あ、逃げますね、逃げよう。あ、わかんないね。もうちょっと深追いするのやめようか結構西まで来たな。逃げましょう。まあこんなとこですかね。はい、一応まあ世界巡り結構行ったね。サンドラ、グレートノーム、シーマン、大阪市ぐらい残っておりますが、よし、じゃあ一回ポグーの、あ、結構なとこまで来たね。ポグーの村でお泊まりして、戻りたいと思います。結構なんかこの世界地図上なんか黒くなってる感じのとこがなんか本当に黒ずんでるんだね、大地がね。湿地帯みたいになってるのかな。はい、戻ってきました。なんか地上には塔がありますね。これ地上から行くのか地下から行くのかどうなんだ。まあ地下から行くか。よし、地下に行こう。3体目のドラゴンを目指して風の洞窟。風だからまあ大気だよね。行こうじゃないか。お、いきなり宝箱がお出迎えか。バイタリンオール最高じゃないか。あ、すごい取りやすいじゃないかめちゃくちゃ取りやすいじゃん。おお、初めましての敵が多いな。バットマスター、ビギナーズ、ヒップ。ランドドラゴン行くか。かっこいい、ランドドラゴン。おお、効くね、いいね、ランドドラゴン。コウモリランプ、やめてくれ。よし、ランドドラゴン押しでいきますよ。めちゃくちゃ取りやすい。ダッシュパウダースピードが上がるのかな。おお、なんか強そうなやつ。
ダイナーアンクル。でもなんかちょっと足浮いてるけどな。どうなんだろう。ランドドラゴンを押していく。やっぱ MP ランドドラゴンも60勝にするんだね。おー、バッチリじゃないの。適材適所。スターナイフ、ナイフ使いはいないからな。めちゃくちゃ宝箱あるじゃん、すげえ。何ボーナス面かここ。ドラゴン使うときね、もうオートバトルじゃなく手動でいかないとね。一撃では倒せない。でもみんなの3人の攻撃もあるから。経験値もそこそこあるし、いいね。ここヘビーストーン初めてだな。重要アイテムか。なんかあのマグマストーンみたいなあったよね。ヘビーって重力的なやつか。重たい石そのまんまだな。あ、ダッシュパウダーはやっぱり素早さアップなんだ。ちょっと整頓しとこうか。あ、整頓しときます。あと4つも宝箱ある。いいね。ブラックニードル、針っていうことかな。なんかそう、針使いの味方の武器かな。プロテクオイル、守備力アップだよね。カプリコの実、着付け薬、オッケー。ん、え、何これ、何も行き止まり、どういうこと。あ、これ地上から行くのか。ヘビーストーン使うのかな。土が、ここ外れ。リエントラっていうか宝物庫なのか、ここは。じゃあ地上からだよね。そうでないとわけがわからなくなるんだけど、多分そういうことだろう。そう願いたい。宝物庫なんだろうな。ちょっとセーブしておきますね。はい、セーブ。どうだ、風の塔。お、タブヤンの出番か。開いたな。OK。 なんだこのマークは。ん、何が起こった今。お、はじめまして、ヒルブロックスさん。どう、オートバトルでいいか。ブロックボール、タブヤンのファイヤーを戻そうか。あの特技をね、オートバトル。前回あの溶岩のところでね、通用しないんで通常攻撃にしてるんで、ちょっと戻しますね。よし、タブヤン特技に変えました。マジカルキューブゲット。あ、これ塔に登っていく感じね。楽しいじゃないか。お、スライドラービギナーズ、はじめまして。通常攻撃でいけるっしょ。バブ絶好調じゃないか。だよこのファイヤークロス。気持ち悪い、なんだって。なんか気持ち悪い攻撃してきたよ。お、タブヤンレベルアップです。いいね。レベルアップする前にあのホスピルやっときゃよかった。キララあと6000。あ、魔法使いまくろう。めちゃくちゃ余ってるじゃないか。全開にしとこう。使いまくっとけ今のうちに。さあ、塔を登る感じかこれ。ああ、そんな感じだね。
け。何回まであるんだろうな、この塔。ドルアーガーの塔みたいだったら嫌だな、50回ぐらいとか。長期戦になりますよ。これでもシンプルなの好きだけどね、迷わないし。一本道だから。ウィンドランサーっていうことは槍か。まあだ関係ないな、みんな槍っぽいね。あー、ここはちょっとドラゴン出そう。あ、ちょっと待って、キララの方がいいのか。キララがレベルアップ前だから。あー、倒せないか。ランドドラゴンだけでも終わらせてほしいけど。ガローレベルアップ、キララレベルアップ、スノライマ覚えた。なんだろう、スノライマ気になる。スノライマ、あ、水の攻撃全敵に120ダメージ。あ、結構強いかも。どうなんだろうか。あ、なんだなんだ今の回復か。あ、全回復してる。これはボス戦が近いのか。全回復したよ。ランドドラゴン、めちゃくちゃかっこいいよ、ランドドラゴン。で、これで次レベル上がるのが、まあ今は全回復したから全然心配してないけど。ああ、ガロー45,000、タブヤン30,000、キララ44,000。あ、バブがもう上がる。 OK。 え、まだ続くの。ボス戦かと思った。エアロブレスト、アイテムがね多すぎるんだよね。あの、これ全員の装備をさ持ってるからね。できれば勇者の館の人たちは自分の持っといてほしいけど。防御力68か。ブレスト、あ、バブはメイルだからね、違うでしょ。あ、多分違うな、全員。キララはローブね、タブヤンは鎧、違うよな。ガローはもう服だからね。はい、違いますね、残念。必ず1階に敵1体は出てくるね。バブがレベル上がる前だからバブに任せよう。海流を戦い方が変わるよね。あ、ゼロか、浮いてるからか。マジかー。宙に浮いてんのか。めんどくさいやつだ。オッケー、経験値多いな。バブレベルアップです。特にな、魔法覚えず。さあ、キララの新しく覚えた魔法も使いたいけど、やっぱり1階に1階は出てくる。おー、逃げろ。敵2体よりも3体の時でないと、なんか戦って見返りが少ないからね。もう大人 RPG ゲーマー。そうそう、こういう時に戦うっていう。ちょっと試しにやってみようか。スノライマ MP25 も消費するのか。お、素早さ早いからな。120ダメージ、あー、きっちり120だね。まあ通常攻撃よりはマシだけどっていう感じ。気持ち悪い音、
ジャイアン的なやつか。うわうわうわ、ガロー弱いな音に。もうちょっとなんだけど。ラッキー攻撃さすがです。いやこれこの塔結構高いね。都心の高層ビルぐらいあるな。もうなんかタワーマンションレベルですね。普通のなんかアパートとかじゃないよね。なんか20階建て30階建てぐらいの。お、セーブポイントかこれ。ピンって言ったけど、あ、また回復してる。なんて優しい塔なんだここ。あ、でもセーブはできないんだ。めちゃくちゃ優しいねこの塔。すぐ回復してくれる。逃げろ。あ、回復してない、もしかして。あ、してないね。何なんだろうあの音は。分かんないけど MP だけ回復したのかもね。全然ヒットポイント回復してねえよ。どうだ、まだか。もう数えてないけど何回なのか。すごい高さだね。逃げよう。ボスをせめて見させてくれよ。ファイダリンオール。30分経過してるし。もう逃げろ。まだ無限ループじゃないだろうなこれ。なんか途中で落とし穴ないだろうな。あ、まだオーラのマント。マントって誰だろうな。なんか良さそうな名前だけどな。わあ、違うのか。誰かいい装備なんだろうな。ガロは違う。オーラのマント、うわ装備したいな。うわ違うのか。残念。また光るの。うーん、 MP も別に回復してない。なんかの目印なんだろうねこれ。30分経過したけどオチがありません。続行だ。まあずっと戦って経験ね、レベル。まだ宝箱あるんだ。爆裂球、あ、1個持ってたね。爆裂球戦闘時に使う攻撃アイテムだね。もったいつけるじゃないかドラゴンよ。私にオチをください。無限回廊まっしぐら、クピクピマント、お土産に持って帰ります。クピクピ。それよりポヨンはどこに行ったんだ。この世界にポヨンまだ見つけてないよ。なんか不思議な地図使ったらなんか場所がわかるけど、あれポヨンなのかな。え、普通なんかこの画面で現在何回っていうのが分かればいいけどね。もう数えてないからね。これはでもカットせずにみんなにこう見せたいね。回数ぐらい一緒に登ってる感。宝箱シャドウリスト、これはまああの人のやつだろうな。キラーっぽいよなまた。なんかちょっと限りがあるやつは全部キラーって言ってしまうけど、みんな背負うものあるんだけどね。
装備試しもしないシャドウリスト。いやこれ全部倒してたら相当レベル上がるだろうけどね。ちょっともう低レベルのままいきます。あ、ついに来たか、セーブポイント。はい、ということで今回はここで終わりておきたいと思います。次回3体目の海竜会いたいと思います。それではまた、さようなら。